体に実績工芸祭とかさ、いろんなその各地でやってきてる工芸にまつわるそのお祭りとかフェアとか、まあ、展覧会とかもあるじゃない。でそれをまあ一つは今回つなぎましょうみたいなのあるじゃない。で結構やっぱりやる気のある人たちがいて、もう割と独自に自分たちのその街の面白さとか工芸的な力みたいなものをこう発信してきてるんだよな。でそれをまあ今回ちゃんとつなげようよと、魅力的なものが合うんじゃんっていうふうに思ってもらえる場を作るっていうのが一つあるじゃない。あの100カ所余りすごくこういろんなタイプの人たちがいるわけだから、まあ、そこでその工芸の魅力から、その個人っていうか、なんかこう割と世界観を持った工芸アーティストたちの表現も見ることができるみたいな感じで、まあ、工芸が今の工芸を持っている魅力っていうか、まあ、多面的な魅力みたいなものをこう一つのこうこの方法工芸でこう実現していこうみたいなことなんだと思って、まあ、工芸そのものが変わるっていうよりも、自分自身がやっぱりすごく望むのは、工芸を好きになってくれる人たちを増やしたいと思うんだよね。でそれも割と若世代っていうか、まあ、工芸とかにそんなにこう馴染みがなかったような人たちが、そのあ、こういう工芸的なものって面白いものってたくさんあるんだなとか、なんか自分の好きなものが見つけられるようなこう機会になっていくみたいなことがすごく大事だね。